エアプサンは大韓民国の格安航空会社である。富山を拠点とし、アシアナ航空の系列会社である。2007年12月に、アシアナ航空が46%、富山市が5%、富山市の主要企業14社が49%の出資によって設立された。2008年5月13日に定期運送事業免許を申請し、 同年6月11日に取得した。2008年10月27日に、富山ソウル、金浦線に初就航し、12月1日には、富山チェジュ線にも就航開始した。同社の新規就航路線は、既存のアシアナ航空が撤退し、すべての便をコードシェア便としている。アシアナ航空が運航していた時期よりも、搭乗率は増加している。二千十年、 普山大阪、関西、福岡線を相次いで就航。同年7月からは東京、成田線にチャーター便が就航開始した。日本エアプサンが就航している国際路線の31%は日韓路線中国、香港、マカオ、フィリピン、台湾、モンゴル、ベトナム、カンボジア、グアム、ロシア2010年12月16日午前11時30分頃福岡空港で、 富山行き BX141 便が完成の指示に、反して滑走路に侵入したため、滑走路手前約 5.6km まで接近中だった仙台発日本航空3530便が着陸を中止する事象が発生。乗客、乗員にけがはなく、日本航空機は着陸をやり直した。ありがとうございます。